柴田義富は、日本中央競馬会美穂トレーニングセンター所属の騎手。次男は、新人当時は、伊藤慶造級者に所属し、その後、高橋義康級者を経て2014年より、田島俊明級者の級務員である、柴田健と。その弟で三男は、オートレース選手の柴田陸樹。元調教師の柴田政権、柴田正人。 元騎手の柴田俊明はおじに当たり、元プロ野球選手の柴田博之はいとこに当たる。1982年に競馬学校の第一期生として入学。1985年に騎手免許を取得し、美穂の中野高吉旧社所属でデビュー。初騎乗は、同年3月9日の中山競馬第6競争の泉さん A で5着、初勝利は、 同年4月7日の中山競馬第3競争の泉さんへ出会った。同年は12勝を挙げ、民放競馬記者クラブ賞を受賞している。1988年の中山品馬ステークスで、主戦の柏崎正嗣が、金量 50kg での騎乗ができないため、代打で送信報酬に騎乗し、重賞初勝利を挙げた。1993年、 安田記念でヤマニンゼファーに起乗し、GI 初勝利を挙げた。この時期の前後から安定して、勝利を重ね、関東の有力機種として対等。2001年1月21日には中山第五、競争の新馬戦において、ッ h コマンドに起乗して一着となり、JRA 通算戦勝を達成し、ワールドスーパージョッキーズシリーズも二度制覇している。そして、 掲示板へ頻繁に入着する堅実な機場で3年連続 JRA の関東リーディングジョッキーに輝いている。また、夏の新潟、福島開催で好成績を残しており、中でも2002年から2004年にかけて3年連続で新潟リーディングジョッキーに輝いているほか、2001年7月14日の新潟競馬第20競争ミルズ21ステークスでは、 辻のワンダーに起乗して、当時の芝2000メートル、日本レコードとなる1分56秒4を記録している。一方で、中央 GI を発勝していながら、クラシックの GI は未勝利である。また、発勝のうち6勝が東京と中京の左回りの競馬場で、右回りの競馬場では長らく中央 GI 勝利がなかったが、 2010年の宝塚記念を中山フェスタで制し、右回りの競馬場での中央 GI 初勝利となった。JRA 主要競馬場の一つの京都競馬場の重賞は長く未勝利であったが、2007年にマイネルスケルツィで京都金杯を勝利している。2020年に小倉競馬場で行われた愛知杯を電光暗示で勝利したため、重賞を勝っていない。 競馬場は、函館競馬場のみとなった。2001年から2005年の間は、中央 GI を勝つことができず、また見せ場も少なかった。しかし2006年の高松の宮記念で6年振りの中央 GI 制覇を果たしたのを皮切りに、大花賞ビクトリアマイル、優秀品馬といった、品馬 GI の舞台で、人気薄の馬を構想させている。そして、続く。 東京優秀でも、初起場のアドマイアメインで2着に入った。惜しくも、ダービージョッキーとなることはできなかったが、例年のイメージと異なるその姿は、周囲を驚かせるに十分であった。また2010年は、前述のように、宝塚記念で4年ぶりの GI 勝利の後、ラジオ日経賞を、アロマカフェで、七夕賞を11番人気のどもならずで勝ち。 三週連続重勝勝ちを記録した。その後、2011年12月17日には、中山第11競争のディセンバーステークスにおいて、中山ナイトに起乗して一着となり、JRA 通算二戦勝を達成した。2012年11月11日には、エリザベス女王杯をレインボーダリアで制覇し、自身初となる、ヒンバ GI 及び、 京都競馬場での GI 競争優勝を果たした。デビュー後、3年間は、平地のほか障害競争にも起乗していたことがあり、40戦未勝の成績を上げている。デビューした1985年12月21日の中山大障害に、菅野キングで、障害重症初起乗を果たしている。得意ではなかったと解雇しており、 自分に向いていないと感じたことや、騎乗予定だった馬の事故などがあり、障害免許の更新をしなかった。だが、障害競争に騎乗したことで勉強できたことも、あったと語っている重傷4勝馬ワシントンカラーを、はじめ、管理場の、数多くを柴田に騎乗依頼していた元町教師の松山康久は、柴田を、騎乗場の状態判断が的確であり、ギリ固く、 丁寧なやりとりをしてくれていると語っているように、関係者からの評判も良い。高橋義康旧社に実習に来た、競馬学校2年次の田中博康に、調教の仕方を教えたということもあった。柴田は、常に、馬と会話をしながら乗りなさいと教え、田中は、その柴田を、本当に、丁寧な調教をされると敬意を持って評している。また田中は、 先輩機種から技術を盗めるとしたら、どの機種の、どの部分が欲しいといった質問を受けた際も、吉富さんのレースに行っての折り合いの付け方と回答している。かねてより腰の不安が指摘されていたが、2009年1月4日の中山競馬で9年7ヶ月ぶりの機乗停止処分を受けたため、それを機械に休養し、腰椎ヘルニアの手術を受けた。 その後約1ヶ月のリハビリに専念し、2月21日の東京競馬にて復帰、22日にはフェブラリーステークスで南洋ヒルトップに起場した。2005年3月、岡部幸雄の引退に伴い、かつては、叔父の柴田正とも務めていた日本騎手クラブの会長に就任。2010年4月12日に、東西役員総会の役員会選で公認の、 会長に竹豊が選出され、同年9月15日付で会長を退任して相談役に就いた。2021年6月29日、農林水産省より農林水産大臣表彰を受賞した。2021年8月8日、レパードステークスを名称村雲で勝ち、JRA 最年長受賞勝利を達成。勝利数が太字になっている年は、 関東リーディングジョッキーを獲得したことを意味する。勝利数、重賞勝利数は、中央競馬のみ。謝辞は統一 GI を指し、勝利数、重賞勝利数に含まれない。競馬が一番の趣味と断言する柴田は、プライベートにおいても、趣味の人として知られる。2005年11月には、NHKBS の、日本釣りの旅伝統の鴨市で誘え巨大平らまさ。 にゲスト出演するなど、釣りの腕前はプロからも一目置かれている。番組内での長歌は、ゴマサバとマダイのみだったが、後日再挑戦に成功した。2006年7月には、自身の次男、三男や、釣り仲間の谷中光一元調教助手、元騎手と共に、茨城県日立沖でメバル釣りに挑戦した。柴田は、釣りと競馬を重ね合わせた。 勝負哲学を披露しながら、13匹という最大の超果を挙げた。そして最後は議場場の俺は待ってるぜを引き合いに出し、こんな楽しい乗船以来なら、いつでも俺は待ってるぜというセリフで締めくくった。これは、日刊スポーツの企画であったが、柴田はプライベートでも、7月8月の新潟競馬開催期間に息子を連れて海へ出かけるなど、小盆のな一面を見せている。 また、どの釣りが好きかとの問いに対しては、すべての釣りが好き。川でも海でも磯でも船でも。どんな釣りというより、普段の仕事、生活から離れて、自然の中で釣りに没頭する。その状況自体が好きなんだよねと答えている。また、釣りなどで使う船を牽引するために牽引免許を取得するほどである。おぎやはぎの愛車編歴農家。 ノーライフに出演した際には、機種デビューしてから現在までの趣味の変歴を所有していた自動車になぞらえながら明かした。本人によると少なくとも32台の自動車を所有し、自身の趣味である釣り、犬、鷹狩り、カートなど多彩な趣味に合わせて、それぞれに特化した自動車を購入している。2002年に購入したハマ h の納車日は新しい犬を飼う日に合わせ、 色も犬に合わせたほどのこだわりを見せている。また、蒸気の通り釣りのために懸員免許を取得しているほか、一級、船舶免許、カート、大型二輪免許も保有していることを明らかにしている。2013年現在の愛犬は、ジェリタという名前であり、ジェリタ専用車として、トヨタハイエースを犬と共に番組に登場させた。同社は、キャンピングカー仕様であるが、 結局、ホテルまで車で行ってしまい、ワインを飲み、ホテルに泊まってしまうと述べている。またいつ車が欲しくなってもいいように、バッグに住民票を忍ばせておいていることも明かしている。さらに、運命の車として、インターネットで車を見ていた際、可愛がっていたがなくなってしまった愛犬、アリスに外犬が似ていたランボルギーニがやれど アリスの生まれ変わりと確信して即座に購入したと述べた。この車も番組に登場させ、運転は小木弘明が行い、自身は助手席に乗り、ロケを行いながら同社の解説を行った。番組の最後の自身にとって車とはという問いに対しては、車は靴ですね。用途によって履き替えるとコメントした。2009年には、 次男の健闘が翌年度の競馬学校騎手課程に合格したことが発表された。また、同年、三男の陸樹がジョッキーベイビーズの関東地区予選に出場したが最下位に敗れた。翌年の競馬学校入学式では、健闘が力強く生徒先生の大役を務め上げ、騎手会長で来賓として出席した吉富も、 報道陣から検討に対してのコメントを求められた際には3年間を耐えられないようじゃダメだし、機種にもなれない。しっかり頑張ってほしいと辛口のエールを送っていたが、その後に向けられた息子との記念写真のカメラの前では総合を崩した。しかし、検討は2012年に競馬学校を一度退学したが、2013年度に進路を 休務員家庭に変更して再入学し、家庭終了後に休務員として活動するようになった。三男の陸樹もかつては競馬学校を受験するも不合格となり、その後2020年にオートレーサー選手養成所の入所試験に合格した。動物好きの柴田は猛禽類も愛し、以前はハヤブサのピーを飼っていたが野生に帰ったため、現在は のすりの空表か、計2羽の鷹を飼っている。2010年に月刊誌馬人が企画した騎手からの年賀状では、鷹状としての柴田の姿の実が印刷され、馬はどこにも映っていない。また、夫人が中心ではあるが、犬のブリーディングも手掛け、休日にはドッグショーにも参加し、自らハンドリングもする。代表格のジェリタを、 はじめ、犬たちの名前は、バリ島に傾倒する夫人により名付けられ、それぞれ、インドネシア語に由来する。2006年不死アジアインターナショナルドッグ賞にて、愛犬のサルキエが BOB を獲得した。柴田自身もワインについて造形が深く、ワインの同好会に参加するほか、自身のブログの中でワインを選ぶ、サイのポイントや愛用のワイングラス、 ロブマイヤー・バレリーナについて述べている。さらに趣味は多岐にわたり、2008年秋には当時日本に1台も輸入されていなかったイタリア製の三輪スクーター、ジベラフォーコ 500IE を購入したことをブログで取り上げていた。ブログはその後、機種会長の仕事がかなり忙しくなってきたため休止していたが、 2011年7月12日にアメーバブログにて再度解説されている。2006年6月14日のプロ野球、千葉ロッテマリーンズ横浜ベイスターズ戦では、始球式のプレゼンターを務めた。当日は、背番号、吉富のロッテのユニフォームを着用。競馬のファンファーレが流れる中、一塁側外野のグラウンド入り口から馬にまたがって登場。 見事なストレートで、石井拓郎から空振りを奪ったその始球式は、実況の矢野義彦アナウンサーが、自分が見た、始球式の中で、ベスト3に入ると絶賛するほどであった。しかし、柴田本人は、採点をすれば45点、もっと速い球を投げられるのに打者に当ててはいけないと、自重してしまったと辛口だった。2008年にも、 千葉マリンスタジアムでの始球式を行ったが、これは前回のストレートとは異なり、ワンバウンドであり、本人もあまり満足していなかった。なお、柴田以外では、田中勝春と後藤博己がこの時に投げている。ただし、多趣味であるが、それぞれの趣味に費やす時間がないとし、2020年1月には、インタビューにおいて自ら、最新の趣味はワイン、車、 犬であると述べている。一番の趣味でもあり、本職でもある、騎手家業では、前述した持病の腰痛の悪化により、大幅に勝ち星を減らしていたが、腰の手術や騎手会長の重責からの解放などが、重なり、2010年には、地震発の JRA 重症3週連続制覇など、復調の兆しを見せている。腰の痛みは、かなりのものだったようで、 大好きなゴルフも、ままならず、2009年1月に起丈停止処分を受けた。日に、酒の席で、あまりの痛みに耐えきれず、店から病院に向かい手術を受けた。手術からの復帰後発の G1 勝ちとなった、宝塚記念では、入選時に左手を小さく握り喜びを表現、しただけで、インタビューでも、忘れた頃にやりましたと、言葉づくなだったものの、 G37 席賞の入選後は派手なガッツポーズを見せ、勝利機種インタビューでは勝ち場名のともならずにかけ、どうにかなったとダジャレを言ってみたり、自走が、それまで自身が起乗をしたことがない小倉競馬場で行われる、小倉記念と知ると、やった、引退前に小倉に行けると周りを笑わせるなど、ことのほか上絶だった。ありがとうございます。